一日三分、いつか役立つパソコン豆知識。知っているとちょっと嬉しいかも。こんなことができるのね。マスターすると楽しそう。そんな内容を、一月一テーマ、一週間に、一項目を、目処に、ゆったり、のんびり楽しみながら学びましょう。今月のテーマ、データ圧縮、一圧縮とは、 2. 圧縮の仕組み 3. 圧縮方法 4. 圧縮形式 1. 圧縮とはファイルのデータ容量を小さくすることを圧縮と言います大きなデータをメールに添付して送受信する場合にファイルを圧縮することがあると思いますこの他に USB などに入れて持ち運んだり 保管しておくときに容量を小さくしたり複数のファイルをひとまとめにして整理しやすくしたりするためにデータを圧縮している人がいるかもしれませんね圧縮したファイルは回答をして元に戻して使いますデジカメなどの画像に使われている JPEG 形式のファイルはすでに圧縮されたものなので圧縮しても意味がありませんが複数の画像をひとまとめにしておくために使うことはあるかもしれませんね mpeg 形式の動画や mp3 形式の音声ファイルも圧縮されているので圧縮効果はあまりありません余談ですが圧縮ファイルだけでなくメールに添付されたファイルを開くときはウイルスには注意しましょう2圧縮の仕組み大雑把な説明ですがデジタルデータは 0と1の二進数で記録されています。例えば、0000111110000111111 000, 00, は、0が5つ、次に1が6つ、また、0が5つ、続いて1が6つなので、05160516と表現すると、データ量が少なくなります。実際には、こんな単純な話ではなく、もっと複雑な仕組みになっていますが、 所定の方法に基づいて記録されるデータ量を少なくします。3. 圧縮方法。データ圧縮には大きく分けて、可逆圧縮と非可逆圧縮があります。可逆圧縮はデータが失われないように圧縮するので、圧縮したデータを解凍しても元のデータと同じになる圧縮方法です。 画像の場合は、ピングやジフは可逆圧縮と言われています。非可逆圧縮は圧縮効率はいいが圧縮データを完全に圧縮前に復元することはできません。画像ファイルでよく使われている JPEG は非可逆圧縮データです。多少の欠損や改変があってもあまり影響のない画像や映像や音声などには 火逆圧縮が多く用いられています。4. 圧縮形式。圧縮の形式にはいろいろありますが、よく知られているのが ZIP 形式と LZH 形式です。圧縮率が高いか、パスワードがかけられるか、使い勝手がいいかなど、それぞれに特徴はありますが、圧縮ファイルは解凍して使うので、 他人に圧縮ファイルを送る場合は、相手が回答できるかどうかを考慮して、一般的によく使われている圧縮形式か自己回答形式を使うといいでしょう。ZIP 形式は、外国とのやりとりでも、Windows と Mac 間のやりとりでも圧縮、回答がしやすいので、よく使われています。 自分のパソコンに圧縮ソフトが入っていなければソフトをインストールしておくといいのですが Windows は標準で ZIP 形式の圧縮回答ができるようになっています右クリックして送るから圧縮フォルダで元のファイル名と同じ名前のフォルダ名で拡張紙は ZIP のジッパーがついた圧縮フォルダができます回答は右クリックして すべて展開で回答されます。今月のテーマはデータ圧縮でした。すぐに役立つ豆知識、必要のない豆知識、いつか役立つかもしれない豆知識。パソコンは、ゆったり、のんぴり、楽しみながら使いましょう。